関西で最も早い夏祭りとされる西宮神社のおこし屋祭りが、今日新型コロナウイルスの影響で縮小して行われました。西宮神社に伝わるおこし屋祭りは、その昔、海で漁師の網にかかった恵比寿様が、みこしで神社に運ばれる道中、近くのおこし屋跡地で休んだという故事に由来する伝統行事で、旬の果物、びわを供えることから、びわ祭りとも呼ばれ、関西一早い夏祭りとして知られています。今年は新型コロナウイルスの感染防止のため、時間やコースが短縮されたほか、みこしの担ぎ手はマスクを着用するなど、例年とは違った形となりましたが、浴衣をまとったびわ娘らが、おこし屋跡地に向け出発。雅楽の演奏に合わせてゆっくりと練り歩き、到着した跡地では、恵比寿米が奉納されました。安全には十分に留意をしましてですね、少し縮小した形にはなったのですけれども、おみこしの方、無事にお旅路の方へ着くことができ、お祭りの方も無事に再利用ができました。このほか、びわが振る舞われ、訪れた人たちは夏の訪れを感じていました。